大聖堂前来たことあるけど、なんだこの初めて来ましたよみたいな。大きな建物だけど、ここが教会なの？ああ、クロスペル大聖堂だよ。当然キーヤもどこかの教会に礼拝には行ってるはずだけど。ん？まあ普通の町にある礼拝堂はここまで大きくないだろうし、キーボーの記憶を取り戻すきっかけにはならなさそうだな。みたいだな。まあいいや、まずは知り合いの人に相談してみるよ。昔お世話になった日曜学校の先生がいるんだけど。なるほど、そいつはうってつけかもな。そんじゃ日曜学校の教室に行ってみようぜ。ああ、正面にある聖堂の中だ。日曜学校ってさ、なんか効率悪くない？勉強の。そうでもないのかな。日曜日だけでしょ、1週間に1回でしょ。うん、ここだよね。あら、ロイドではありませんか。こんにちは、マーブル先生。お忙しいところをすみません。いいのですよ、ちょうど休み時間でしたし。あなた方は礼拝に、それともお墓参りですか？いえ、それが。ねえねえロイド、この人がシスターさん？あら、その子は？その、実はこの子に関することで相談したいことがありまして。か、そんなことが。おお、エイドスよ、迷える子羊に光と幸いあれ。そしてこの者たちを出会わせた導きに感謝いたします。マーブル先生、確かに出会えたのはエイドスの導きかもしれねえな。とりあえずこの子の記憶喪失についての相談をしに来たのですね。何でも名前以外のことは全く覚えていないとか。ええ、そうなんです。頑張って思い出そうとしてるんだけど全然ダメみたい。そう、いい子ですね。確かに教会には心と精神の領域に関する知識と技術が伝わっています。そして記憶喪失に関する対症療法も。それじゃあこの子の記憶も取り戻せるってことっすか？確実ではありませんが、試してみる価値はあるでしょう。時間もないことですし、すぐに試してしまいましょうか。もしかして先生がやってくれるんですか？ええ、私も一応いくつかの技を収めています。心と精神に関する教会に伝わる法術を。法術？教会の人間が使えるっていう不思議な祈りの技ってやつだな。ええ、本来ならばそれに特化した専門組織があるのですが。ありましたね。あいにくクロスベルにはその専門家が来ることが少ないのです。それはなんで？専門家ですか？大きな声では言えませんが、教会の中にもいろいろとあるのです。その組織は風聖省と呼ばれる機関に所属しているのですが、うん、そうだね。この大聖堂を任されているエラルダ大司教はその組織の活動を快く思っておられないようなのです。そのためそうした専門家がクロスベルに来る機会が少なくて。なんだかいろいろと難しい事情があるんですね。要するに教会内部の縄張り争いっすか？ええ、恥ずかしながら、ただ私が使える法術も彼らの使うものと変わりはありません。試してみる価値はあると思います。わかりました、よろしくお願いします。どこかに移動した方がいいんでしょうか？いえ、この場で問題ありません。キーヤさんと言いましたね。こちらに来ていただけますか？はい。目を閉じてゆっくりと深呼吸をしてみてください。うん。いいですよ。それではエイドスの名において性別されし必要ここにあり。
これが宝術か。空の金曜、四季の銀曜、その融合をもって失われしかけらのありかをかの者に指し示したまえ。キア、大丈夫、心配いりません。どうですかキアさん、何か思い出してきませんか。なんかね、暗くてでっかい場所が頭の中に浮かんできた。上の方がぼんやり光ってて綺麗だけど、ちょっと怖い感じ。暗くてでっかい場所、どこのことだ。その光景以外に思い出したことは、ご家族のこととか住んでいた家のこととか。そっちは全然。そうですか。マーブル先生、どうやら法術ではここまでが限界のようです。心理的なアプローチから引き出せる記憶はここまで。ひょっとしたら何か神経系に関する問題があるのかもしれません。神経系の問題、そいつはどういう。端的に言うと脳の神経に関する問題です。何らかの原因で記憶に関する神経の伝達が阻害されてしまっている。その可能性がありますね。そんな、それってなんとかならないんですか。そうですね、教会に伝わっている法術は心と精神に関する領域。ひょっとしたらこの問題は近代医療の方が向いているのかもしれません。え、じゃあウルスラ病院かな。近代医療ってことは。ええ、聖ウルスラ医科大学です。これまで近代医療では心と精神に関する分野の研究は不十分とされていましたが、数年前あそこでは神経科という部門が立ち上げられ、優秀な研究者もいると聞いています。そちらに相談したら教会とは違ったアプローチが期待できるかもしれません。神経科ですか。あれ、どこかで聞いたような。ヨアヒムか。おいロイド、相談に行ってみた方がいいんじゃねえか。ああそうだな。先生ありがとうございます。早速ウルスラ病院に行ってみようかと思います。ええ、それがいいでしょう。すみません、あまり力になれませんでしたね。そんなことないですよ。神経科の話も教えてもらったし、それにキーヤが思い出した光景も何か手がかりになると思います。暗くてでっかい場所か。なんか上の方がぼんやり光ってたかな。ボーンって音がして綺麗だけどちょっと怖かった。なんか閉じ込められてた。確かに普通の場所ではなさそうですね。あなた方にエイドスの祝福を、キーヤさんに良き導きがあることを私も祈っております。で、風聖書にイメージ悪いやつ、どいつだ。こいつか。最初の会話ちょっとこっちを怪しんでたよね。さてと、次はウルスラ病院か。かなりの寄り道になるけど。なあキーヤ、疲れてないか。全然平気。散歩って楽しいね。キーヤ、歩くの大好き。元気だな。そんじゃ、南口に行くとしようぜ。バスに乗りゃあっという間に着くだろう。ああ、レッツゴー。
ん？あ、リュウとアンリとモモちゃん？これね、隠しクエストの匂いがするな。ダメだな、俺の脳みそ奇跡にやられてるわ。奇跡の。ちょっと行ってみよう。ん？面白そうじゃん、やろう。はいはい、提案？お、そうだね。どの子の保護者なんですかね。お、ももちゃんの隣。ロイド先生。抗議開始。警察組織について
はい、やっぱりなんかそういうの来るんだ。まずは警察がどんなものかを知ってもらいたいな。クロスベル自治州には他の国が持っているあるものを持つことができない決まりがある。その代わりとして警備隊や俺たち警察が存在するんだ。クロスベル自治州において、国家において重要なものとはこれもあるし、諜報機関、あ、軍隊だな。例えばお隣のエレボニアでは軍隊が防犯や防衛などを統括しているんだけど、軍隊を持てないクロスベルではその役目をいくつかの組織に分担しているんだ。そのうち事件の捜査や防犯を担うのが俺たち警察ってわけさ。警察には部署というものがあって、役割ごとに人員を分けているんだ。事件の種類や緊急度によって動員する部署を分担することで適切な対応を行うんだ。中でも社会を揺るがすような大きな事件や国際的な案件を引き受ける部署がでしゃばりすぎだろ。捜査に勝ちや捜査一課。誘拐、殺人など大きな事件を解決するには一流の捜査官が全力を尽くす必要がある。それらを一手に引き受けるエリート捜査官の集まりが捜査一課というわけさ。絶対ピンとこないだろこいつら。今までが今までだったから。警察官一人一人には捜査手帳というものが渡される。この捜査手帳には身分証明として使われる他に最大かつ重要な用途があるんだ。それはこれ序章で言ってたあれだね。どうやって逮捕状の、いやだからどうやって、はい、これ任務の状況を整理するのに便利だし、これをもとに勤務査定や処刑費を決定する。まさに警察官の必需品と言うべきものなんだ。あー、読むのだるくなってきた。警察は遊撃士のように最新の戦術オーブメントを実戦配備しているんだ。警察は戦闘のプロ集団じゃないけど、捜査官が犯人を追跡するときには戦闘が避けられないことも多いからね。ちなみに戦術オーブメントの規格はすでに何世代も変わっていてね、その都度新たな機能が追加されているんだ。現在使用されている戦術オーブメントの規格は第5世代。もうティオの話聞いてりゃ大体みんなわかるやつ。エニグマは通信機を内蔵していてね、緊急時も連絡がつくようになったから警察業務には特に重宝するんだよ。おまわりさんや捜査官のようにいろいろな役職の警察官がクロスベルのために働いている。一見するとそれらは全く関係のないような関係のないもののようだけど、でも警察の仕事は全てある基本理念に基づいて行われているんだ。その基本理念とはクロスベル市民の安全保障、治安維持と地中法の遵守、諸外国への警戒と平和の維持。これは警備隊だね。安全、いやこれは法律で政府の仕事でしょ。こっちだろ。ルールを破り人を取り締まることでみんなが安心して暮らせる社会を作っていくのはもちろんのこと、自分たちが法を守る姿を見せて市民たちの規範となり発生する犯罪を抑制していくんだ。そうして治安を維持して犯罪の起きない世の中を目指すのが警察の本質なんだよ。以上、
クロスベル警察はこういう組織なんだ。はい、ちょっとこの辺りの常識身につけてなかったな。3は絶対違うよ。試験はあるし。あ、そうだ、これだ。だから、はいはい、アンリ君、はい、白い狼の助太刀。はい、あのね、前にリュウくんとアンリくんが地下で迷子になったことがあったんだけど、気持ち悪いな俺の喋り方。あそこってどこだったの？やかましい。A 区画。なんだい？ちょっと意地悪な質問してきそうこいつ。兄ちゃんたちのいる警察と遊撃士協会って何が違うわけ？公的権力への干渉力。ほとんどひどい、ほとんどないとか。逮捕権の有無違う。公的権力への干渉力。そう、それ、干渉できないんだよね、確か。遊撃士には国や自治州の偉い人を直接逮捕することはできないんだ。もちろんいきなり暴れて他人を傷つけたりした場合は問答無用で逮捕できるけどね。それに対して警察は一応政治家やお役人も逮捕できることになってるんだけど。お。やっぱり来たよ、キーヤ。おう。なんという、どれ知らねえよ。知らないから、知らないし、わからないから、わからないって答えていいかな。わからない。
お。はい。